普段現代文を解くときにどうすればいいかっていうと、はい、心がけることがいくつかあって、まず1つ目、答えは答えだからっていうことはまずちゃんと割り切るというか、はい、納得するというのが結構大事かなというふうには思います。現実を受け入れましょう。武田塾チャンネル。やっぱね、はい、現代文って、はい、こうやり方わかんないじゃないですか、意外と、何すりゃいいのみたいな話で、で言うてさ、英語の長文も現代文分かってないとできないじゃないですか。確かに。なので日本語の方が先、あらゆるね読解系の元祖というか、はい、基本にあたる現代文を早い段階でやっておこうと、はい、いうことで、はい、しっかり今回ね、やり方を一から説明していこうと思うので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ただこういう能力を上げるときに、じゃあさっき言ったように武田塾の参考書だけこなしていれば上がるかっていうと、そうじゃないっていう話なんですね。そうですよね、そこが難しいところですよね。はい、どうしたらいいんですかね、それは。今言った能力を上げようと思ったら、普段現代文を解くときにどうすればいいかっていうと、はい、心がけることがいくつかあって、まず1つ目、はい、極力毎日触れる。毎日触れる。例えば1週間で6題解くとするじゃないですか。はい、まあ復習日1日あったとして、6日間新しい問題に触れるってなった時に、はい、1日で6台解くのと6日間で1台ずつ解いて6台触れるのでは、上がり方がやっぱね、1日1台解いた方が絶対上がるんですよ。間違いないですよね。なんでかっていうと、なまるの早いんですよ、現代文の読み方って。読書じゃないから、現代文的な読み方っていうのはやっぱり毎日結構やっていかないと、はい、まあ、ある一定レベルまで達すればそこまで下がりはしないけど、はい、ある程度上がりきるまでは絶対毎日触れた方がいいよと。なるほど、毎日触れるっていうことがまず第一のポイントですね。はい、ですね。はい、続いて正解は正解だと認めるということだというんですね。正解は正解だと認める、これポイント2つ目ですか。そう、はい、どういうことかというと、俺この答え違うと思うんですけどって言って納得しないということをやってしまうと、要はね、なんか理由があるはずなんですよ、答えになる理由っていうのは。自分の中で納得できない理由があるとしても、それはどう読んでたらこれが正解になったんだろうって考えるべきなんですよ。なるほど。どう覆えて、答えが間違ってることじゃない限り、正解は正解なことは事実なわけじゃないですか。そうですね。だからそこで、なんかいや俺はこれ納得できないからこの答えは違うと思うみたいな、っていうのはやっぱダメで、重要なのは本文を書いた人が設問を作ってるわけじゃないっていう。ああ、そこのなんですよね。はい、作者と問題の制作者違うってことですね。そうですね。まあ一致する場合もひょっとしたら大学のオリジナル問題があるかもしれないけど、基本やっぱり設問を作った人と本文を書いた人が違う人が可能性が高いんで、そうなってくると自分の読み方と作成者の読み方が違うかもしれないという前提を立たないといけないっていうことで、問題作った人が何を聞きたくてこの問題を作ったのかなっていうのをある程度読んでいかないといけない場面っていうのがあると。ということは裏を返すとどういうことかっていうと、設問が本文が分かったから解けるものじゃない可能性もあるってことなんですよね。確かに。これはちゃんとルールを覚えていくと、やっぱり読み方は回答に多分一致してくるとは思うんだけど、現代文苦手なうちだと結構自分の読み方と、なんでその読み方なんだ俺には理解ができないとか納得できないっていうふうになりがちなんで、そうじゃなくて、まず答えは答えなんだと、その答えにじゃあどうしたらたどり着けるのか考えてみようみたいな形でスタートしなきゃダメだよと。なるほどですね。確かに、そこの素直さとかも必要ですよね。答えは答えだからっていうことはまずちゃんと割り切るというか、納得するというのが結構大事かなというふうには思います。現実を受け入れましょう。はい、はい、そして、続いて、これがですね3つ目、現代文解いた後答えとか確認するじゃないですか。で実はこの現代文って初見で解いた点数ってあんま気にしなくていいんですよ。初見で解いた点数は気にしなくていいと。なんでかっていうと、漢字が結構多いからあんまり当てにならないと、点数そのものは。なるほど。だから解いた文章をどれだけ完璧にできるか、解説含めてってことね、考えなきゃいけなくて、だから解いた文章が全部解説できるのかと。回答の根拠とか、どこにそれ書いてあったの本文のみたいなのが解説できるかっていうのを考えなきゃいけない。要は解いた問題が、例えば1週間後らにちなみにこの問題のここ何でこれ正解なのみたいなことを聞かれて説明できるかっていうことが意識しなきゃいけないと。だから完璧に説明できる文章を毎日一文作り上げるっていうのが現代文の勉強方法なんですよ。これを解いて100点取っただけじゃダメなんですね。なるほど。そこまで完璧にやるってことですね。で、その次、それも今言った完璧になるまでやるという基準についてなんですが、解説する、要はさっき言ったように分かんなかった問題とかも全部完璧に解けるようにするのが基準なんですが、その時の目安として、自分よりも現代文ができない人にその解説をしなきゃいけないというつもりで、解説を理解しようとすると。これはどういうことかというと、解説読んでも意味が分かんなかった人に解説できるかってことなんですよ。なるほど、うん、そこで自分が本当に理解しているかどうか分かるっていう。っていうことはどういうことかというと、そうしないと何が起こるかっていうと、解説丸暗記するんですよ。で解説丸暗記してそのまま喋ってる人は解説分かってないんですよ。なるほど。自分の言葉でとか、これどこにあった話でっていうのが言えない時点で、多分分かってない。なるほど。結局いざ解けって言われたらまた同じところで悩んだりとか、1週間ぐらい経ったらこれなんて答え何番じゃね確かみたいな感じで理屈は全くわからない状況になっちゃうみたいな話ですね。だからそういうふうにはならないために、ちゃんと理由説明できるようにしていきましょうということが大事ですね。これが現代文を成績上げる上にはすごく重要ですね。社会などと比べてやれ上がるじゃんっていう科目じゃなくて、やり方から結構考えていかなきゃいけないから、結構現代文この辺重点的に話しましたけど。こういう形で現代文の成績が上がってきますよと。ここからはね、現代文の参考書の種類と役割について説明をしていこうとは思うんですけど、種類と役割ですね。現代文は結構役割にいたものが多いんで、問題集ばっかりだからね、世界史とかよりは結構短めになるかなとは思うんだけど、まず日大の入門にある現代文読解ドリルってやつなんですけど、直美先生、このね、今回の動画でも紹介したような、いろいろな勉強法とかさ、各教科の参考書とか、いろいろ受験についての情報とか、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。逆転合格 .com ってサイトなんですけど、それがね、こちらから飛ぶことができますね。こちらですね。で、これ見てもらえれば本当に武田塾のやり方全部書いてあるんで、ちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね。あります。武田塾チャンネルっていうね、こちら。そうですね、この登録がこちらですよね。こちらに行ってもらえればね、過去の動画も全部見れますので、ぜひ見てもらえればと思います。です。中井さん、もう一個ありますよ。さらになんとこの下、コメント。そうですね。この動画を見てなんか疑問に思ったことは僕ら一つずつ返していきますんで、皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい。